はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、イベント戦にちょっとお呼ばれして、クーランに来ております。こちらですね。じゃじゃん。ウォーターフォースさん、87。87って何なんだろう何の数字なんだろうな。ウォーターフォースさんですね。に来ております。ですね。で、ここで、どんなクランが集まってるかっていうとね、まあ、これがまたすごいんだ。これが。相手もね、ミンタメさんと、あと、トゥインクルアイズさんかな。で、こちらもね、もう、書ききれないぐらいいろんな、クランから来てます。関西クラクラクラブからも自分含めて4名来てるんですけども。いや、すげえ。マジでレベルが高いの、これ。で、その中でも、特にですね、やっぱ使われてる戦術があるんですよね。で、何かっていうと、ドラゴンですね。僕のチャンネルなんですけども、基本的にはね、クラン対戦系の動画中心にやってます。いろんなね、解説の動画をこれからも出していきますのでね、ぜひこの動画も最後まで見てもらって、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで、前振りちょっと長くなっちゃいましたけども、誰か言ったな。言ったけど、ちょっとね、まあ、収録を最後まで頑張りましょうか。まあ、いろんな方のドラゴンがいっぱいあるんですよ。で、まあ、その中でも大きく3つにやっぱ型が分かれてるかなと思うんで、まあ、それをですね、ちょっとね、順に見ていきたいというふうに思います。で、まずは見ていただきたいのはこれですね。カンクラのね、リュウさんが取ったね、このアタックっていうのは、まあまあ、だいぶですね、典型的なというか、形ですね。なんだ、スパビズドラゴンですね。で、スパビズを使って一気にこれのタウンホールとか、相手の防衛軍を、一気に潰して、で、なんなら安いパー2個プラス対空砲持っちゃうって感じですね。で、そこからの、ドララになります。で、ものすごいアドバンテージが序盤で取れちゃうので、もう、全くもって、その後のドラゴンパート危なげないって感じですね。まあ、見てください。レイジから落としましたけども、まあ、今この環境で言ったら、突撃艦を落とす、インビジ落とす、レイジ落とすの方がいいですね。その方が、レイジの効果時間が、ほら、インビジのね、4つ目を使う頃には切れちゃうんで、最後で残るっていう点で、その順番をお勧めします。今回のリュウさんのこのパターンっていうのは、まあ、確実性がありますね。レイジを打って突撃艦を破裂させる前に、しっかりとインビジ打っておくって感じかな。確実性はあります。ただ、まあ、インビジの呪文が、強化されて、使ってその効果が起こってから、効果がその発動してから一瞬、ユニットが本当に隠れるまでタイムラグがあったところがなくなりましたんで、これ結構でかいですね。それを、加味すると、やっぱり、多少インビジを落とすタイミングを遅らせても、今までよりも、インビジが効果をちゃんと、出してくれやすくなってると思っていいんじゃないかなと思います。で、今回ね、レイジをリュウさん持って行き忘れちゃったっぽいんですよね。これもう、フリーズの呪文なぜか6個も持っていて、本人も終わってから、レイジがなかったって言ってましたけど、まあ、ガンガン凍らせますよね。今、トームを効かしてるんで、まあ、一旦これ、フリーズは温存しておいて、はい、さらに真ん中、ヒールを、かけてですね、相手の対空砲のダメージ、回復しながら、フリーズをかけて対空砲をさらに止める。で、後ろ側からですね、これ、裏からロイちゃんを刺していってますね。このロイちゃんにしっかりとフリーズを当てていって、最後、シングルインフェルノにもさらに追加のフリーズ。ロイちゃんはホーミングシールド残した段階でドラゴンを出してもたっぷりいると。上から、はアーチャークイーンとバーバリアンキング、アーチャークイーン、クローグ残しという状態ですね。いやー、素晴らしい。これやっぱね、序盤のね、トツウィズパート、トツウィズって言うんだけどね、僕、なんてみんな呼んでますかね。トツウィズ。突撃艦スパリズがもういかんせん、えぐりまくっちゃったもんだから、ここのところですね。これだけやっぱえぐられたら痛いよね。まあ、援軍こそその、アイゴレとラバー残っていたもののさ、これ、投石にグランドオーデン対空砲、安い2個タウンホール、こんだけおられて、さらに、この一体を全部削られてしまったらドラゴンのルートが簡単にできちゃうんで、まあ、これちょっと防ぎようがないっすね。で、ちょっとさっき、インビジの呪文を後出しっていうことに関して触れたんですけども、まあ、もしかしたら、リュウさん、これあれですね。初見攻めではあったけども、アイゴレ3体とか、そういう援軍が出てきちゃうと、スパビズがもうその位置で死んじゃうので、あえて援軍を釣らないように序盤、まずスパビズから、あと、インビジから落としたのかもしれないですね。それであれば、順番的には、理にかなっていて、素晴らしかったかなっていうふうに思っております。ではちょっとね、次ももう一本、トツウィズからのドラゴン見ていきたいと思うんですが、ちょっとパターンを変えて見ていきましょう。ちょっとですね、さっきペンを出し忘れちゃったから今出してきました。これ結構便利なんですよ。で、このペンね。でね、自分もね、トツウィズからのドラゴンで1本取ったんですけど、まあ、今回はそれよりも他の皆さんの方がね、いろいろ話し応えのある攻めをしてるんで、これ、
ゆずちゃんの、ゆずぽんちゃんさんのね、このね、ポツビズインビジャ痺れましたね。何が痺れたかって、タウンホールがある区画に、スーパーウィザードを突っ込ましていくわけですよ。で、爆破ダメージが出てきたから、今度ポイズン効果をね、タウンホールが出すようになったんで、なおさら、このタウンホールのこのポイズン範囲に入っちゃったらスパビズいられちゃうんで、運用が難しいはずなんですよね。でもそこを果敢に攻めていて、おそらくロイちゃんまでワンチャン狙ってたんじゃないかと思うんですけども、まあ、そこまで落とせなかったものの、タウンホール周辺をがっつりですね、ここをこう削ることができたので、あとはドラゴンたちをこう集めていきながら、キング、クイーンですね、を、外周方面、こっち歩かせていくって感じですね、こっち側ね。で、ずっとこっちまで歩かせていって、最終着地点をこの投掷機のところにするというところ。まあ、この形がやっぱ鉄板ですよね。序盤にしっかりトスウィズでタウンホールって一番やっぱり今タウンホール14でも、怖い防衛なんで、そこを落として星2を確保しながら、ドラゴンたちの進行も妨げる施設であるために、まあ、そこ潰しておくと。で、あとは、悠々とドラゴンたちが壁の中から出ないように、これうまいですよね。壁の中にみんなこうドラゴンがこう収まってるんじゃないですか、こういう風に。で、これが出ちゃうと、結構ね、これことなんですね。回り道しちゃうんですよ。例えばこうドラゴンが出ちゃった場合って、こっからこんな風にこうね、最終点に入ってちゃったりするんで、ずっとここにある、まあ、投石とかがバン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 ドラゴン撃っちゃうんですね、こういう風にね。で、そうさせないように、ドラゴンたちは壁の中から出さない。そのために今これキングがまだこれ生きてますけども、しっかりキングクイーンの外周からクイーンも生きてますよね。外周カットをすることによってドラゴンたちが壁の中で暴れるように仕組むというところですね。これがゆずぽんちゃんさん、いい感じに決まってましたね。これ難しいと意外と。今回もキングがこの中に結構入ってからちょっと出ましたよね。これね、このままキングが中に行っちゃって、まあ、クイーンも今中に行っちゃいましたけども、全部2人とも中に行っちゃった場合にドラゴンはこっち側、下にこう出ちゃうのでね、そうならないようにこう行っちゃうので、こうならないように、やっぱですね、うまく運用していくっていうのが、まあ難しいところですね。にしてもみんな攻めるな。今これ、ドイツ時間の夜11時なんで、日本時間朝6時なんですよね。すごい、誰が攻めてんだろう。あと、ラビスラズリーさんが攻めてる。これはちょっと見たいんだけども、まあでも収録を続けよう。いきますね。次はですね、ドラグバット見ていきましょうかね。ドラゴンにコウモリの呪文、継ぎ込んだっていうんですか。ドラグバットと言われる戦術ですね。トモさんの村に対するテラさんのアタックになるんですけども、これもね、やっぱりその鉄板のドラゴン系戦術の一つの型ですね。まあ、今日説明する3つは本当に使い勝手がいいんで、クイヒドラゴンっていうのもあるんですけども、やっぱ難易度ちょっと上がりますね。自分の中ではそう思います。で、この、コウモリ使う場合っていうのは、まず区画を1個、ロイヤルチャンピオンでこう潰しておきます。で、今見ての通り、クエイクとライトニングを使って、相手の投石機とか、あとはインフェルノ、この辺をしっかり潰しておくんですね。で、まずこちら側の削りをしっかりやった上で、ドラゴンたちをこっから出していきますね。ガーンとまっすぐ向かせます。で、こっち側はキングと、まあ、クイーンで、さっき見た感じでこうカットを入れていくわけなんですけども、これ注意すべきポイントが1個あって、ドラゴンたちは、型があるんですよ。もう、タウンホールがある、反対側から出すんですね。こっからドラゴン出していきます。で、タウンホールには突撃艦を当てるんですね。グランドボディのトームと突撃艦をちゃんと合わせることによって、突撃艦が途中クロホーミングとかで起こしないようにこうやっていきますね。タイミングうまいですね。で、ただこうエアスイーパーが効いてるんだけども、これもちゃんとね、ギリギリタウンホールまで届くところでこうかけているところがまたうまいというところ。で、タウンホールに対してはしっかりフリーズを当てて、中からはバルーンを出していくんですね。で、確実にこいつらの仕事はもうタウンホールを落とすことだけ。で、そうなったら見てほしいのはここなんですよ。ここも削れてるじゃないですか。そしたらこっちに、あとどんだけ怖い対空防衛が残ってますかってことだけなんですよね。で、これしっかりと、テラさん見てるのは、ここ、投石機とウィズトをダブルでフリーズで凍らせられるなっていう、このね、弱点を見逃さないんですね。これを見逃さなかったので、そこをしっかりフリーズで効率よく止めて、で、コウモリが、最後まで生き残りながら、フリーズの呪文がもう1個余ったレベルに多分これ、あったんじゃないかな。で、ドラゴンたちも、あとも回収に加わって全キャラで持っていくっていう感じですね。いや、非常にうまいっすよね。こんな形で、村をやっぱりこのドラグバットは選ぶんですけども、今のこの、トモさんの、ね、村見てみると、怖い、対空って、これ、
これですね。要はコウモリを一撃で焼き払っちゃう、怖い対空、複数攻撃施設ですね。インフェルノもありますけども、これもシングルなんで別にこれ怖くないですよね。って考えたときに、この3つですね。で、ここまでだからドラゴンで潰しちゃえば、OK なわけですよ。ドラゴン。で、潰したよね。で、潰すためにこっちはドラゴン、こっちは、ロイヤルチャンピオンっていう感じでこう、処理するね、範囲をこう、決めていってですね。残った上側、こっち側ですね。こっち側に関しては、怖い防衛3つ、まあ、どうしますかという感じですね。まあ、ここに関しては、ドラゴンたちがまあ最後、タゲ取ってくれんだろうということで、多分、無視したんじゃないかと思います。コウモリをこっちから出していくので、やっぱり当たるのはね、ウィズ島と、あと、投石機。ここに関してしっかりとケアをしていくって感じですね。で、まあ、この対空砲が折れましたけども、まあ、これはおそらくロイちゃんで折れなくても、まあ、コウモリで全然楽勝で折れるんで、そっちで考えたんじゃないかなと思いますね。で、コウモリの仕事っていうのは、まあ、正面ここのところをバットで見て、で、怖い施設はま、これとこれって感じですね。で、こっちに関しては、ドラゴンと、ヒーローで見て、キングとクイーンで見て、こんな感じですね。で、ここに関しては、ロイヤルチャンピオンで、まあ、こんな感じの割り振りになってたんじゃないかなと思います。これができると結構ですね、攻めれる村が、まあ、ここの考え方を頭に入れながら、村を見ると結構ですね、あ、この村刺さるなっていうのがわかると思うんで、ぜひね、覚えておいてもらったらというふうに思うんですけども。はい、では最後ですね、ケンケンさんのアタック見ていこうと思います。これやっぱりね、今外せないですね。なんかやっぱりその赤根式がちょっと、流行り始めてるかな、またっていう感じがちょっとするんですけども、赤根式って何かっていうと、突撃艦の中にライドラバルーンを入れておいて、それをクローンとレイジで増やしながら攻撃力を上げて、区画をドンって破壊する。まあ、そんなテクニックになります。で、これをね、やっぱりね、使うのがなんかやっぱりその、最近自流なのかな、ケンケンさんこれですね、今突撃艦を当てていって、でもアーチャークイーンの真上で落とすんですね。落としていって、で、レイジドライ、クローンを使って、で、アーチャークイーンにはフリーズ当てて、で、こんな感じでライドラで一気にここをね、処理していくっていう感じですね。で、ここが処理できてくると、あとドラゴンのルートが作りやすい、わけですよ。こっちからこういう風に見てドラゴンを出していってもいいし、こんな風にね。まあ、逆からも全然ありですよね。こんな風に出していける。まあ、今回安いパーがこっちこう向いちゃってるんで、まあ、あんまり今描いてる絵の方角からっていうのは少し攻めにくいのかなっていう気がしますけどもね。まあ、タウンホールを序盤にトームをかけて処理した方が、まあ、当然、トームの効率が良くなるんで、まあ、そこを序盤狙っていくっていうのはやっぱりあるですね。で、外周に対してはやっぱりキングとクイーン、これね、アーチャークイーンとバーバリアンキングを外周しっかりと回し切るっていうのがね、このドラゴン攻めをする上でめちゃくちゃ重要です。こうね、この攻めをするときに、主役はドラゴンだろうっていう風に考える方多いと思うんですけども、実はですね、まあ、ドラゴン主役なんですけど、主役はね、影の主役はこの外周を歩いている、キングとクイーンだったりしますね。まあ、それは、そのサイドカット効果が、大事なんでしょってことを言ってるわけじゃなくて、最後の最後ドラゴンたちが全部やられ終わった後に、ワンチャン全開まで、場を持っていくだけの力っていうのが、このキングとクイーンにはあるんですね。で、今、キングが盾になりながら、アーチャークイーンがこれ、クローク残した状態で歩いていってるじゃないですか。こうなってくると、まあ、仮にこのマルシとかが残っちゃって、対抗が残っても、アーチャークイーンが最後居抜けるわけですよね。で、まあ、ドラゴンがいっぱいいるんで、全然今回に関してはその心配はないんですが、結構、自分がやってる、この攻めをする場合でもよくあるのが、アーチャークイーンとキングが序盤に落ちてしまった場合、まあ、今回で言うとこの辺ですね。こういうところで落っこっちゃった場合っていうのは、ドラゴンたちが当然サイドカット効果がなくなって、壁の外に出ちゃって、で、全滅するっていうパターン、がよくあるのと、その反対で、キングとクイーンが中に、その壁の中で頑張ったドラゴンが力尽きても最後ワンチャン全開まで持っていくみたいなパターン、ではね、よく出くわします。なので、キングとクイーンの仕事って本当にバカにならないので、まあ、今回のこの、赤根式に限らずですね、ドラゴンを使う場合には、まあ、そこよく注意しながら、今回紹介した、3つの方ですね。赤根式、あとは、あれだ、突撃艦ウィザードですね。と、あと、もう一個何だっけ、あとドラグバット、この3つですね。この3つ、すべてキングとクイーンの仕事はほぼ同じですね。ロビーちゃんの姿が若干違います。で、大体パターン化しても取れますんでね。村を見ながら、これいけるなと思ったらぜひ使ってみてください。やっぱね、この攻め方強いんで、皆さん、覚えてもらうとですね、タウンホール14だけでもなくて、13でも当然使えるし、なんなら12でも使えます。全然やれますんで、ぜひ、
試してみていただけたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日はドラゴン攻めに関してお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか？参考になったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また、私のチャンネルですけども、タンホール12から14までですね、たまに11も挟むかもしれませんが、基本この辺のタウンホール帯、幅広くですね、動画扱っております。解説の動画、探している方はぜひですね、今後も、末長くお付き合いいただけたらというふうに思っておりますので、また、ご視聴いただけることを楽しみにしております。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。